フリーフォーオール。はい、このアサルトライフルはね、もう AK 一択なんだけど、あえてクリグを使っていく。まあなんかこのクリグの強いところなんだけど、ヘッドショット一発すれば殺しきるまでの弾数が減るんだよね、確か。まあアサルトライフル使うときって基本ヘッドショットしか狙わないと思うから、なんでこれを選びました。でクリグ結構アサルトライフルの中だと一番使ってて、よし、かなりね。まあでもそんなに成績良くないか、これ使ってるだけは。まあでもなんかサブマシンガンとか使ってるとやっぱりね、遠距離抜けるってのがでかいね。おい、いやもうちょい上なんだよな、ヘッドショットラインが。あ、入ってくる。めっちゃ音聞こえる。おっと抜けてった、おっと抜けてった、二度抜けしてった。よし、いた。ちょっと待って、いたな。どういう感じで行こうかな。あれどこだ、いなくなっちゃったね。ちょっと移動すっか。今撃たれたな。おとなしい、ずいぶんとおとなしい。いた。おお、マジか、頭抜かれてるじゃん。しかもスナイパー。あ、今いたな。なぬ、どっち、 L 字。今の決まったね、いい感じにヘッドショットが。よし、うぃー。あー抜けてった。あ、気づいてる気づいてるよ。あの気づかないふりしてうまいよね、気づかないふり。マイン壊して、あ、これ左かな。パターを抜いていく。ウィル、よし。おっと、マジか、もう AUG か。まあなんかあのタクティカルライフル今回強い強いって言われてるけど、そんなにって感じするよな。フロートの方が絶対使いやすいからな。もう3発のうち1発外したらもうなんかカバーできないっつうか、タクティカルライフル。よし、まあこうやってアサルトライフルを使って現実に立ち回る FPS も面白いよな。なんか COD ってサブマシンガン持って突っ込むイメージあるからさ、まあ、確かに面白いんだよね、サブマシンガンで突っ込むの。サブマシンガンで突っ込む立ち回りはめっちゃ面白いんだよ、まあ、モダンオフェアの時から MP7 と5使って走り回ってたし、まあ、あのゲームあんまり
突撃するようなゲームじゃないけど。うわー、おー、危ねえ。あー、今見えてたよ、もう。ダメだ。なんかこれ使ってるとね、なんか韓国産 FPS してた時思い出す。なんかしっかり狙って、これでじりじり近づいて頭に抜いていくみたいなね。BOCW ってなんか普通の FPS って感じがいいよね。何の特徴もない普通の FPS って感じが好きだな。あ、モダンはモダンでめっちゃ好きだけど、あれはあれで、あれはあれで新しかったな。ちょ、降りるかな。降りて、いた、いたけど死んだかな。死んだでござる。あー、いた。この距離狙うのめっちゃ楽しいな。ちょっと待って、巡航ミサイル解き放ちたいんだけど。お、目の前入ってくる。俺がいる時に限って誰もいないんだよな、この辺。出てこないな。おっと、ちょっと待って、後ろだな。この上ダメだな、敵がいねえ。あ、いた。よっ、おっと、引っかかった。めっちゃ引っかかった。よし、ここで巡航ミサイルを撃っておこう。あれ、当たったか。当たってないな。うわ、柱にヒット、柱にヒットしていく。やべえな、抜かれそう。やば、ちょっと待って、なんかこう武器切り替わった。弾、弾ない。やばいやばいやばい。 AK、 泣けなしの AK で。おっと、危ない、危ない危ない。 AK 拾った。うわ、ちょっと待って、来たし。オール、右る、集中しろ。ああ、まだ音する。左、いや結構稼いだな。あ、でもラス1じゃん。ラス1、いた。よし、堅実な立ち回りができる AR、 面白っす。マジかよ、秒しか。俺の銃じゃないからな、これ。この AK 拾った AK だから、これ AK、 AK 得意じゃないの。俺が AK 使ってるって思われるベストプレー取らないでや、本当に。さあ、そんな感じですね。クリグは、クリグ強いからな、結構。なんでみんな AK 使ってんのかな。 AK 強いんだよな。